さあ皆さん、長文読解の授業がやってまいりました。本日、同志社大学の長文の全体像なんですが、設問ミスはこういう感じで皆さん5種類あるんですね。で、皆さん、並び替え問題はまあ文法問題。そして、内容一致問題は他の大学でも対応ができますので、同志社ならではということを考えると、この上3つですかね。空小重単語下線部説明ということです。で、このオレンジのところで書きましたが、空小重とはいえ、熟語などの知識問題。そしてこれも下線部説明の形式は取ってるんですけども、実質単語の意味でですね、なんとか実はなるので、それを皆さん合計15問ですね、頑張ってですね。そしてそうすることによって同志社が求めているレベル、それの把握できるかと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは空小補充問題から行ってみたいと思います。皆さん、この空欄 W のところにですね、この皆さん見えてるかと思いますが、この選択肢4つの中から適切なものをですね、選ぶという問題です。これは空小の前後を見ていただけると、多分熟語の知識でいけるかと思います。で、皆さん、正解は1番ですね、ダウン。皆さん、もちろん、カームダウンで落ち着くという意味でしたね。これでバッチリです。で、今は皆さん聞いておくだけ大丈夫です。後で、黒板でまとめますね。さあ皆さん、続いて空欄 X でございます。これで、ね、選択肢ですね。この4つの中から選んでいただけるとよろしいかと思います。で、皆さん正解は2番ですよね。皆さん、ベネフィットフロムということで、ウニョウニョから利益を得るという意味でよろしかったかと思います。さあ皆さん、続いて空欄 Y でございます。皆さん、選択肢こちらでございますね。ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、受動態になってますよね。これで皆さん、選択肢絞り込めると思います。ですから、正解は2番ですよね。皆さん、受動態ときたら皆さん、バイということでよろしいかと思います。皆さん、続いて空欄 Z でございます。これは熟語の知識でいけるかと思います。で、皆さん、正解は4番ですね。皆さん、Keep up with、うにゃうにゃに遅れずについていくという意味の熟語でよろしかったかと思います。さあ、皆さん、単語の問題いってみたいと思います。まずは A ですね。Level。で、皆さん、選択肢これ4つでございます。この中から適切なものを選んでいただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、もちろん、レーベルっていうのは、レッテルを貼るという意味ですね。ですから、例えば、スーパーマーケットなんかに売っている商品に、ラベルを貼ってる様子ですね。で、ラベルが貼られてあると、その商品がどういうものなのかがはっきりわかりますよね。ということは、皆さん正解は2番ですよね。皆さん、ラベルを貼ることによって、その商品に名前を付けているわけですね。名付けているわけです。ですから、その商品が一体どういうものなのかがはっきりわかるというところですね。ですから、選択肢の2番、ネームが正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて B でございます。オケージの E ですね。どうでしょう。で、皆さん、もちろん、オケージの時々ということでございますので、選択肢4番ですね。サムタイムズということでよろしいかと思います。で、続いて C ですね。コンセプトです。さあ、皆さん、どうでしょう。で、皆さん、もちろん、コンセプトというのは概念のことですからね。概念、考え方ですから、選択肢4番、アイディアが正解ということでよろしいかと思います。で、皆さん、続いて D のルーティーンリーですね。選択肢どうでしょうか。で、皆さん、もちろん正解は3番ですよね。皆さん、ルーティーンリー。皆さん、ルーティーンというのは多分聞いたことあるかと思いますが、皆さん、日常にやってることですね。日常的な行為のことでございます。ということは、いつも定期的にということで、選択肢3番、レギュラリーにつながりますね。で、続いて E のアグリードアポンですね。考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、アグリーオンという熟語、皆さんご存知かと思いますが、同意するですよね。で、同意するということは、皆さんと意見を共有できているという様子でございますので、選択肢の4番、シェアードが正解です。さあ、皆さん、続いて F ですね。ニュアンスと、どうでしょう。
で、皆さんもちろんニュアンスと言われたら我々が普段耳にしていること、もしくは発言している様子じゃないかなって感じがします。もちろん微妙なという意味ですからね。ですから選択肢4番、悟るが正解ということでよろしいかと思います。で、続いて G ですね。マイルストーンはどうでしょう。で、皆さん、マイルストーンというのは皆さん、画期的な出来事、重大な事件、重要というところがポイントでございますので、選択肢の2番ですよね。シグニフィカント、重要ということでよろしいかと思います。で、皆さん、続いてディメンションですね。これも選択肢どうでしょうか。で、皆さん、意味は面とか側面でございますので、選択肢の1番ですね。アスペクツが正解ということでよろしいかと思います。皆さん、もちろんディメンションはよく 3D ですね。3D の D がディメンションということで皆さん耳にするかと思いますので、そこから皆さんつなげていただいてもよろしいかと思います。さあ、皆さん、ラスト3題でございます。皆さん、まずアーでございます。選択肢はこの4つなんですが、皆さん、これもですね、バイオロジカルインプリント。これの意味でもういけそうですね。で、皆さん正解は3番ということでよろしいかと思います。皆さん、インプリントですが、皆さん、プリントと書いております。まあ、印刷ですよね。で、皆さん、これは人の心の中にですね、印刷する、印象を残す、痕跡を残すというようなイメージなので、ですからそこから皆さん、トレイス、痕跡というところにつながってくるんですね。皆さん次 E でございます。皆さん選択肢また考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さんコンシャスですよね。皆さん意識的なという意味が分かっていると選べるかと思います。で、皆さん正解は1番ですね。皆さんアウェアネスが意識ということでございます。その他の選択肢には言い換えがないですね。さあ、最後は「う」でございます。皆さん、これも選択肢考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、タスクという表現がどの選択肢の中にも入っておりますので、これですよね。Beyond our capabilities。これの言い換えが見つかるとよろしいかと思います。で、皆さん、もちろん正解は3番ですよね。皆さん、これは能力を超えているということですね。能力を超えているということは、それができないということでございますので、選択肢の3番、impossible に言い換え可能ですね。さあ、皆さん、お疲れ様でございました。先ほど皆さん扱った熟語をですね、ちょっと皆さん書き出してみました。ですから、皆さん、このあたり見てですね、もし知らなければ、この後皆さん、ノートを取っていただいて、で、皆さん、ノート取った後は、いつも通りこれですね、赤シートで隠して、スラスラ言えるというところは、皆さん、頑張っていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、ちょっと まとめということで一応言いますけども、皆さん、同志社大学ですね、皆さん、この ABC の問題全部扱いましたが、まあ、本文の内容と関係なくですね、答えが出ると。もう単語の知識、熟語の知識をもう単に聞いてるだけでございます。で、皆さん、並び替え問題も実際に文法問題で、もうその空所のところの、まあ、仮説、まあ、説もなってるところですね、の前後でもうすぐ答えが出ます。ですから、実際に長文をしっかり読んでですね、内容を把握するということで、つながるのは皆さん内容一致問題だけなんですね。ですから、ここを皆さん時間をじっくりかけてですね、で、丁寧に選択肢を選んでいくと、ほぼ満点が取れる。で、ほぼ満点が取れたら合格するという感じに繋がるんじゃないかという感じがいたします。で、皆さん、このあたりの、まあ、知識問題なんですが、関西学院大学も実はそうなので、ですから、同志社大学の過去問をするのも一つ、手はあるんですけども、関西学院でも練習として、ぴったりかなという感じがしますので、おすすめをしております。ということで、明日以降もよろしくお願いいたします。